真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。今日はここまでだ。明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ、何も取ってはおりません。ヒロキ殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。逃げろ逃げろ逃げろ。もう守れ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。奴らは無事中におるよ。起きて助けてやってくれ。誰か。なんてこった、やりやがった。ヒロキ殿、皆を、私は父上を見つけます。いけません、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございません。そして拙者は、拙者は。ヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。ボロ切れが。Thank you.
刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。さあ参れ。わっぱを切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊め、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、ジジイ。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくだされ。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします、あなた様。
先生の名を汚すようなことはしませぬ。上川村の者どもでございます。奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。読み送りにして、やっと現れおったが、みんな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。遅い、遅いじゃ。お前は遅すぎだ。己のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに、我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども、今や守ることもできわい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。
足が、誰か助けてくれ。わっぱみたいにわめくんじゃねえ。今どけてやるから落ち着け。おい、助けてくれ。おめえは仲間じゃ。助けてくれ、頼む。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む、御所だ。畜生、戻ってきやがれ。百軒先からでも安図を射止める。お主の頭など造作なきこと。早う行け、侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。これで最後じゃ。ようなことが負うたことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。アイコ、まことにそなたであるか。アイコ、どこへ行く。アイコ、待て。待つのじゃ。
わらがみのようにおろそかな言い方であるが、こと足りよう。殿、されどお主が斬られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。頼む、戻ってくれ。アイコ、待て。待つのじゃ。行こう。待て。何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。
されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びください。黄泉より舞い戻ることはできうるのか。あなた様の命運は定まっておりませぬ。されど私の道は断たれました。カゲロウが生きておる限り、罪のない者どもが命を落とし続けるであろう。我が命が尽き果てようとも守ると誓いを立てたのじゃ。アイコ、許してくれ。父上の教えは少々過ぎたようでございます。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。誓いを破った奴らを見捨ておって見殺しにしおったのは、拙者は図られたのです。もし心得ておれば。この地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陰郎は数えきれぬ者の命を奪い続けるであろう。戻る道を見つけまする。皆
皆をあのような輩から守らねば、たとえ我が命が尽き果てようとも。お主はいつの日も優れた弟子であった。愛子は我らを許すであろうか。そう願うほかない。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。この汚らわしき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。武士道というは死ぬことと見つけたり、我がこの地におるのはそれゆえか。黄泉の幻は見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。真の姿を受け止めねばならぬ。ヒロキ、何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。我らは陽炎にとっておののくべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だかなわぬ思いを遂げ、誠にお主を導く者を知ることじゃ。死と苦しみ、我が人生無数の犠牲を払った後得たものはそれだけじゃ。己の道はまやかしじゃ。徳などいらぬ。我がこの手で掴むべきものを取るまでじゃ。我は乱れたい。
ゲロウは滅びる。旅に出ておったようだな。新たな決意に満ちておる。何を学んだつもりか知らぬが、足りぬわ。ただわしはお前をまた撃つだけのこと。弱さは捨て去った。二度と負けはせぬ。やっとわかりおったか。まだわっぱのような打ち方じゃ。弱き者よ、取るに足らぬ。それがお前の黄泉の深みでの決断か。さぞ苦しんだであろう。己を責めながら、我はためらいなどせぬ。ただ奪ったのだ。我の苦難を放ち、我は真の強さを得たのじゃ。我は己を優に超えようぞ。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。過しことにとらわれるなど愚か者のなすこと。見よ、ここに残るは悲しみと悔やみのみ。核のごとき義は飛躍の足かせとなろう。取るに足らぬ義など捨て、望みのままに進んでみよ。これよりは俺に値するもののみを求めよ。
you.